んにちは、まゆりんです。最近外食産業では高まる健康志向や専門店ブームなどが話題になっていますが、忘れてはならないのがファミリーレストランです。中でもガストはファミリーレストラン日本一の店舗数を誇る、いわばファミリーレストラン界の王様的な存在です。子供から大人まで楽しむことができて、和洋中バラエティ豊かな料理が揃うファミリーレストランガストはどれも美味しそうで、いつも私は何を注文しようか迷ってしまいます。私はガストに限らずスカイラークが好きなので、スカイラークアプリを無料でダウンロードしてみました。スカイラークアプリをダウンロードすると、様々なお店で使えるお得なクーポンがゲットできます。今日私は友人と二人でガスト苫小牧店へ行き、モーニングセットを注文しました。ガストのモーニングセットはドリンクバーがついていますが、モーニングの時間帯は開店から10時半までとなっています。私と友人はカフェオレとバニラオレとミニッツメイド果汁 100% とみんなに美味しい野菜と果物人参ミックスなどを飲みました。友人は焼き鮭朝定食豚汁変更を注文し、私は雑炊セットを注文しました。山盛りポテトフライマヨ&明太バターは2人で食べました。私は生ビールを飲みながら若鶏グリルを食べました。私は友人と食事を済ませてから幌別に戻ると鹿と遭遇しました。